中日スポーツ坪本大賞、ここからは準優勝戦を迎えます。まずは第10レーススタート点時は5号艇宮地秀樹が2コースまで入っての1号蓋ダッシュが3、4、6という並びでした。対戦メンバー1号艇大阪谷口勝、2号艇大阪渋谷明則、3号艇愛知鈴木博隆、4号艇愛知谷本浩二、5号艇福岡宮地秀樹、6号艇埼玉伊藤慶三です。本番でも5号艇宮地は2コースを伺います。2位は1号艇谷口勝、予選3勝をマークしてこの準優勝戦1号艇手にしています。2コースは5号艇宮地秀樹、本番でも2コースになりました。トーチは前回に続いて予選突破を果たしています。中段3コースはエース機の2号艇渋谷明則、4コースは3号艇鈴木博隆、4日間の予選ではオール3連隊でまとめています。5コースは4号艇谷本浩二が入ります。第4レースはトップスタートから逃げて3勝目を飾っています。3位アウト6コースは6号艇伊藤慶三は初日のドリームメンバーです。角1は4コース3号艇鈴木が取って3対3と2つに分かれました。ホーム向かい風の方が少し出てきまして、現在風速は5メーター前後吹いています。最初の準優勝戦第10レーススタートまで間もなく残りは10秒となります。進入はインから1番5番2番ダッシュが3番4番6番です。スタートしました。3コース2号艇渋谷ダッシュの3手が踏み込んだコースアウトを切りました。1マーク3コースからまくっていくか、2号艇渋谷、3号艇鈴木が2段でいった陰線、1号艇谷口切り込んだら4号艇谷本、6号艇伊藤、まくった2号艇渋谷先頭、2番手は3号艇鈴木が2停止リード、3番手の内側から6号艇伊藤を伸ばしてくる、外は4号艇谷本、1号艇谷口、スタートは正常です。2マーク2号艇渋谷クリア、2番手は3号艇鈴木が旋回、3番手6号艇伊藤のうち切り込んだら4号艇谷本、3番手は4号艇谷本が2停止リード、現在上位は2番3番4番です。4番手から6号艇伊藤、1号艇谷口が5番手から続きます。2周1マーク2号艇渋谷、3号艇鈴木クリア、3番手4号艇谷本が1号艇谷口をかわす、握ってくる6号艇伊藤が差がなく4番手から差を詰めますが、まだ3番手4号艇谷本が内側から判定心リード、外から6号艇伊藤が4番手から食らいつきます。2周2マーク3番手争い、内側から4号艇谷本が先決まっていった、6号艇伊藤握っていきますが、 V ギアからしっかり回る4号艇谷本が3番手2停止3停止リード、依然上位は2番3番4番で最終周回です。2号艇渋谷、3号艇鈴木が3周1マーククリア、3番手も2停止リード、4号艇谷本優勢、4番手6号艇伊藤をついて後方1号艇谷口、5号艇宮地が最後方で最後のバックスイッチです。踏み込んだスタートまくりました。2号艇渋谷明則が先頭、2番手は3号艇鈴木博隆、そして4号艇谷本浩二が3番手から続きます。3連単は 39.7 倍です。最終ターンマーク2号艇渋谷、3号艇鈴木、4号艇谷本、234の体系まもなく合流、先頭2番渋谷明則五輪、2番手は3番鈴木五輪、3番手で4番谷本五輪、6番伊藤、1番谷口、ラスト5番宮地が五輪です。